ちゃんの私の形見ですね。大好き。ちょっと大事な芝居するときもこれをね、ぎゅっと握りしめた後ね、芝居をしたんですよ。おばあちゃん力を貸して。の中で唯一の日本の神様、イザナミ、イザナギのニシン、二つの神の第三子と言われて、なんと3歳になっても歩かなかったからって船に乗せられて捨てられてしまった子が、花の人々が助けて手厚く祀られたんだ。亡くなっちゃったのかな。それが信仰の始まりと伝えられている。左手にタイだよね、なんか魚ね、そう抱えて、右手に釣り竿を持った親しみ深いお姿なんだって。漁業の神様、特に商売繁盛の神様だそうです。さあどこ。じゃじゃん、神が微笑む奥武蔵、これです。今日飯の七福神、高等寺、高等寺着きました。ここだ、高等寺着きました。まずは第一福神目ですね。一番これです。一番着いた。普通におはようございます。朝からすみません、ありがとうございます。雨降るからね。こう閉じ着きました。見て、もう梅が咲いてる、かわいい。梅だよ、白とピンクがほやほやしてる。ほやほや、今日は七福神巡りがうまくいくように馬のストラップにしてみました。馬だけに気持ちいい。あ、御朱印受付ありました。まずは御朱印のグッズがあるんですよ。それを購入した後に行きたいと思います。できる、こんな場所が飯能にあるなんて知らなかった。めっちゃ素敵。皆さん、飯能においでよ。